よろしくうぶっちぎれっーク。はいということで皆さんこんにちはテレビアニメぶっちぎれ一番星役の佐藤源ですはいこんにちは昨夜役のときしゅちです絶対聞こえないでしょ絶対聞こえないですよねこれはいということで本日も始まりましたよろしくぶっちぎりトークたった今第四話のアフレコが終了いたしました。はい皆様四話いかがだったでしょうかいやちょっと 来ましたねいろいろいいなきっかけが、えー、いよいよここからと、えー、いう感じの展開が来ましたけどもいや,ーどいやー八代君が最後、えー、貯めたね貯めましたねあと、えー、八代さんの、ね、10代の <laughs> 俺だって八代さんの兄貴ですから <laughs> そうだよねまるで逆じゃないかさ絶妙なところをみんなで取りにく、ねえー、みんなでちょっともうちょっとだけこうみたいな <laughs> 俺上げますか下げますかみたいな。い

すみませんあの話すのが好きで <laughs> 俺も好きということで東トさんですよろしくお願いします 徹底役の豊永俊之ですよろしくお願いいたします改めましてちょっとねあのこういうねあのみんなでフリートークというか作品のことを話すのっていうのが前回から始まったんですよ豊永さんをお呼びしまして始まったんですけれども豊永さんがお二方目っていうところでやっとこの作品についてと話せる場しかもあれですもんね大使のメンバーの中では 初めてということでそうですねあ、そうかそうか新生なんですね。ですですはい<ー>新生組の今は私初めてということなんですけども,もすごいよね個性のなんか色とりどりすぎてさ、ええ、<laughs> それぞれがそれぞれの役者的なものを試されてるでしょそうですそうですね 大体、ね、一緒になった人の何かしらの影響を受けかけるっていうのが、ね、すごいありますね,ね引っ張られるよねそうですねものすごい引っ張られるああ俺のキャラをキープしなきゃみたいなほんとよねこれ、ね、1>, 1話の収録、はい、ギャタロウと一緒だったかそうですよね <laughs> どううでしたあのそ豊永さんのまとめ役っていうんですかリーダーシップを取るキャラってまあいろいろあったと思うんですけどあそこまでこうなんだろうを入れるキャラクターっっってなななかかか僕今までで出会たたことのそうねしかもなんかこう見た目的にはさ結構幼めというかそういう見た目の印象にもかかわらず結構その凛としていたりとか結構こう幻覚だったりとか硬めっていう印象だったんだけど一番最初にそ東堂の役の話を を聞いてこういうキャラクターです今後こうなっていきますっていう話を聞いてから結構悩みましたね。 ちょっと独特というか難しい。というかそう、あの、ただただその厳格なだけじゃなくて。えーうん、今後まあ、いろいろと明かされていくらしいんです。はい、そうですね。はい、うん、だ、そこのところも加味した上での厳格さを作るっていうところが。うん、うん、難しいな。あんまり難しいな。若くもあり、でも凛としていて、でもどこかこう支えたくなるというか。うんうん、そうね。えー、ただ、言葉がむずい。 言葉むずいのよ。常にいろんな立場の人間に対して話してますもんね。一話のその作やそれぞれに名前を言うところあるじゃないですか。あそこ大変だろ。本当ね台本に全部ルビフットいてほしい。もうマジで片盛りこう一切読めなかった。あれそうですよね。ちゃんと調べてもどれどどのどれだっけみたいな。あと何回御用改めんの？ 改めましてもいいよ御用改めはともうね誰か代わりにやっといてくれ改めといてくれって思う誰か言ってもいいもしかしたらね一番部長は言うかもしないゆくゆくは言うかもしれないうかもくは今のところやっぱりね豊中さんにこうねを入れていたうねいろいろと説明してますしでやっぱあのね橋渡し的な存在じゃないけどその替え玉たちとの間に入る人間としてもやっぱその。 結構一番最初に監督からも言われたんだけど一番古風なというかのたい言葉を使うキャラクターではありますでその上でいろいろ説明して仲介というか間に立つポジションなのでそこら辺の差別化だったりもしていただければみたいなことを言われましてなるほどどんどんハードルがある意味ではそうですねなんとかであるとかなんとかではならぬとかその「ぬ」は「ん」じゃだめだとか。なるほど うん<あ><ッ>もダメなんですねうんという言葉だったりとか,、うん、かそういうところを気をつけなきゃい,、えー、いかんのだろうなとなるほど、うん、あれ一番こう真ん中に立つポジションだからこそ、うんうん 橋渡しがあのそう他のキャラクターたちがとてもあの自由じゃないですかそうです自由ですねだからあの唐道で整合性をあの唯一あの時代劇感を保っているところあるんじゃないかなそうですねそういえばこの作品時代劇だったっていうところはそうねちょっとファンタジーファンタジーしてるところからねあそうだこれ時代劇だったっていうところを東道で思い出させてもらうみたいなそういう意味で言うとその作品見ていらっしゃる方はねそこのその融合感とかそういうのがきっと見てて楽しい じゃないかなって言うと寄せ中みたいなそんかごちゃごちゃしてるのがでも絶対多分本来であったらきっとあの高木さんたちと一緒にふざけたいんだろうなと長さんでって思うふざけたいそうなんですやっぱ昨夜も絶対ふざけられないんですよねお二方基本的にふざけられないからでもまあ言うたら一番星もね結構お大きい声を出すっていうところが基本的にそうですね今日も朝から元気ですねって音響監督さんがいつも言われ 横でこのビニールがすごいねセパレーティングされてるこのビニールねビリ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 って毎回僕隣で撮ってるから分かるんですけど大変三木さんさんが大変食べサグヤと一番星の差がすごくってレベルの差がもうとんでもないこと上から下になってるからフェーダーももう10と2ぐらいですね。 まあねそんな丁度ねいろお話をしてくださいましたけど本当にもう終わりなんですあのこないあの九分ぐらい話してたら長いですって言われてランプがつついたんですよねもうあのえもう今今もねつけましたね今もついてるとそろそろ閉めろよっていうことでございますけども頑張って編集してくださいもまあでもねまたあもうもう閉めろってやめだのまあでもねまたなんかの機会でもちろんねあの みんなの大使全員で喋ってみたする機会とかもね大使全員で喋ったら収集つかないと思うけどねその際にはやっぱり豊中さんに、ええ、東堂さ,さんに全部やっていただいてイベ,イベント MC は東堂さんになると思うのでなんかねそんな気はしてるそ,そこも込みで俺キャスティングされてらいじゃん全然。<laughs> <laughs> <laughs> 覚悟はもうよろしくお願いしますだからそういう意味で言うとキャストさんもさすごい面白いじゃないすごいそのもちろん若いというか20代の方から大先輩もいるでしょう幅広い世代がだからそこのなんかバランスというかえっと思って俺その中で言うとちょうど間ぐらいだからやっぱりこう目春日井じゃないですけどパイプ役じゃないですかやっぱバランサーなのバランサーですね ところですよね、えー、頑張ってバランスとっていきたいと思います楽しみにしてます、えー <laughs> じゃあ最後にお一言だけと改めまして豊中俊之でございます。えーとまあね、この「ぶっちぎれ」という作品、まあ、オリジナル作品でございまして、はいまあ、とはいえ実際の史実の、ね、新選組というものが、はいえー、テーマにはなっているんですが、はいまあ、その中でもそのいろんなファンタジーだったりとかがもう多分に含まれております、まあ、東堂しか生き残ってないとか,、うん、なんかそういうところからも、まあ、そこら辺感じ取れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あとはもう情報量がすごく多いので。 1> 第1話の時点でだいぶ僕説明してるので <laughs> <laughs> ちょっと話分かんなくなってきたなと思ったらぜひ1話を見返していただいて都道さん説明してるので。<laughs> <laughs> <laughs> あのそこら辺も繰り返して見ていただきつつでかつはやっぱちょっとミステリー要素というかね、うん、こういう謎がどうなんだろうどうなっていくんだろうっていうところもあの楽しんでいただける作品になってるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、大どんでん返しもあるのかないのかみたいな話にも、えー、多分なっていくと思いますのでぜひ皆さん最後まで、えー、ご覧になっていただければ幸いでございます。よろししししくお願いいいいままますすありががとととととうううございましたた、はい、こここでででで今回はここまでです、えー、一番星役役役のののの佐藤夜平でしたせーの 次回もお楽しみにバイバーイイ